トンボは秋になるとよく見る昆虫です。馴染みのある昆虫なので忘れていらっしゃるかもしれませんが、トンボはサイズが小さくなっただけで、3億2000万年前の祖先の姿をそのまま引き継いだ昆虫です。石炭紀の時代、高い酸素濃度のおかげで翼腹が70センチメートルを超える巨大トンボが登場したものの、その後酸素濃度が徐々に減る中で体格は小さくなりました。ところで一つ不思議なことは、ジュラ紀末から白亜紀に移った時期には酸素濃度が再び上がったにもかかわらず、トンボは継続的に小さくなったということです。その理由について、サンタクルーズ大学の古生物学者であるマシュー・クラッパハム教授は、1億5000万年前、鳥の登場が最も大きな原因だと指摘しました。特に彼は飛行に特化した鳥をはじめ、コウモリなど前例のない天敵が登場したことで、トンボの体は小さくなったと言います。ところがトンボは体が小さくなっただけで、その形態は数億年という長い歳月の間変わることはありませんでした。これは間違いなくトンボの体の構造がどんな形であれ生存に有利だったことを意味します。一体トンボはどうやって数多くの難関を乗り越え、現在まで生き残ることができたんでしょうか。今日は皆さんがさほど気がついていなかったトンボの驚くべき能力に関するお話です。空の最高のハンターと称されるタカの狩りの成功率は 22% です。ではトンボの狩りの成功率はどれくらいなのでしょうか。2012年、ハーバード大学の昆虫学者であるステイシー・コンベ博士は9匹のトンボを放して照準バイオを使って狩猟能力を研究しました。2500回の実験を行った結果、なんと 95% の狩りの成功率を記録したのです。彼女はこの記録は空を飛ぶ動物の中ではダントツだと言い、その理由の一つとしてトンボの飛行能力を挙げました。大部分の昆虫は胸の筋肉を通じて羽ばたきます。つまり羽を直接動かすのではなく、胸に付着した筋肉を通じて間接的に羽ばたくのです。その反面、トンボやゴキブリのような原始昆虫はご覧のように羽ごとに筋肉がくっついています。その結果、この映像のようにトンボは羽を別々に直接動かすことができるのです。このような羽の筋肉のおかげで、トンボは急旋回、急上昇、ホバリング、上下左右の飛行など昆虫に限らず、空を飛ぶ動物をひっくるめて最上級の飛行技術を持つようになりました。先ほど出てきたコンベ博士が撮影したトンボの狩りの映像を見てみましょう。わずか 0.5 秒の間に空中で照準バイを捕まえ、反対に回転する姿に本当に驚きませんか。ところがもっと驚くべきことは、トンボは獲物が移動する方向まで予測して狩りをするということです。早速2014年に動物神経学者のマテオ博士が行った実験の映像を見てみましょうか。ここにトンボと照準バイがいます。普通はこちらに照準バイがいると、このような経路で飛んでいき狩りをしそうですが、映像を見るとトンボは照準バイが飛んでいく経路を予測して動いていることを確認できます。この研究を一緒に行ったレオナルド博士は、このように獲物の経路を予測するのは鳥や哺乳類、魚では珍しくないけれども昆虫界ではかなり珍しいと言います。しかしトンボの飛行技術はここでとどまりません。羽の形態にも秘密が隠されています。生態工学者のアントニー博士は、トンボの羽を側面から見ると平らではなく、複数のシワによって全体的にデコボコした形をしている事実を見つけました。彼女はこれらのシワの間の隙間に空気が流れる中で揚力が発生し、トンボは羽ばたかなくても長時間滑空することができると主張しました。これに関連する代表的な例はウスバキトンボです。インドに生息するウスバキトンボは10から12月になると北東の風に乗ってモルディブを経て東アフリカ地域まで 2000km を超える距離を飛ぶのですが、このような飛行ができるにはトンボの羽の構造も一役買っていたのです。ですので最近ではこのようなトンボの構造を模倣してロボットを作る研究も数多く行われていますが、まだ研究が必要です。最新技術でも数億年かけて進化が作り上げた設計に追いつけていない状況なのです。そしてこのような卓越した飛行能力の他に、トンボには驚くべき能力があります。それは視覚です。トンボの頭のほとんどは複眼でできており、この複眼は3万個の個眼からできています。さらに他の昆虫とは違って、トンボは頭を広範囲に回すことができるため、目の真後ろ以外はほとんどの範囲を見ることができます。特に頭の上の方についている3つの単眼は動く物体を効率的に感知するのですが、おかげで頭の上の方に物体が素早く飛んできてもすぐに捉えることができます。またトンボの複眼を解剖してみるとこうなっています。上と下ではちょっと違いますよね。トンボの数万個の個眼の一つ一つには4から5つのオプシンというタンパク質があるため、様々な波長の光を感知します。上の方の個眼は主に空から降り注ぐ青色と紫外線のような単波長の光を、下の方の個眼は主に地上に分布する緑色と赤色のような超波長の光を認識することができるのです。ところでトンボが本当にトリッキーなのは、このような飛行能力と視覚器官の他に嗅覚まで持っているということです。
以前はトンボの視覚はとても優れていて、触覚が短かったので匂い分子を感知する嗅覚機能はほとんど失っていただろうという意見が優勢でした。しかし2014年、シルバナ・ピエール・サンティ博士はこのような装置を用意して、満州糸トンボが症状媒のことを見られないように完全に隔離して視覚情報を遮断したにもかかわらず、トンボは獲物の匂いだけで獲物の位置を正確に探し出すという事実を発見します。研究チームはトンボの触覚の中にはこのように数多くの穴があり、ここに分布した感覚センサーが獲物の匂い分子を感知すると主張しました。それだけでなく、これらの感覚センサーは温度と湿度の変化、そして空気の流れの変化も捉えることができるというのです。実はトンボは幼虫の頃からハンターの気質を持って生まれた昆虫です。トンボの幼虫は他の幼虫とは違い、長い下唇を持っているのですが、普段はこれを隠していて、小さな魚や蚊の幼虫などを見つけるとこのように唇を伸ばして獲物を一瞬で捕まえた後、ごちそうを楽しむのです。昆虫界の最強のトリックスター、トンボの話はどうでしたか？空を飛び回るトンボの姿から数億年にわたるサバイバルゲームに生き残った痕跡が垣間見えませんか？科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。